製造法によっては、ポリエチレンは分岐構造を持つ。ポリエチレン、略称ポリエチレンは、エチレンが重合した構造を持つ、高分子である。最も単純な構造を持つ、高分子であり、容器や包装用フィルムをはじめ、様々な用途に利用されている。基本的には、メチレンの繰り返しのみで構成されているが、重合法によって、平均分子量や、 分子数、結晶性に違いが生じ、密度や熱特性、機械特性などもそれに応じて異なる。一般に酸やアルカリに安定。低分子量のものは炭化水素系溶剤に膨準するが、高分子量のものは耐薬性に非常に優れる。濡れ性は低い。絶縁性が高く、静電気を帯びやすい。千七6748によると、ポリエチレンは、 エチレンの単独重合体、エチレンと5モルパーセント以下のアルファオレフィレン、単量体との共重合体、およびエチレンと関納器に炭素、酸素、および水素原子だけを持つ1モルパーセント以下の非オレフィン単量体との共重合体と定義されている。ポリエチレンの分類は密度による分類と製造方法による分類の2種類がある。組成上は、 同じポリエチレンであっても構造によって性質が大きく異なるため実用上密度や分子量によって数種類に分類されているリサイクル識別表示マークは高密度ポリエチレンが2低密度ポリエチレンが4と定められているその他ポリエチレンを部分構造として持つコポリマーも多く開発されている代表的なものとして酢酸ビニルとの共重合体である エチレン作産ビニールコポリマーガール。ポリエチレンは1898年、ドイツのペヒマンがジアゾメタンを熱分解している際に偶然発見された。1930年代、ICI の研究者によって酸素を開始剤とする高圧合成法が開発され、工業的な合成が始められた。1951年に、 米フィリップス石油の研究者らによって参加クロムが、続いて1953年にドイツのチーグラーによって、チーグラーなった触媒として知られる、ハロゲン,ンカチタン系触媒が開発されると、高性能のポリエチレンが安価に製造されるようになり、世界的にポリエチレン製品が広まっていった。1976年、カミンスキーがメタロ線骨格を持つ触媒を開発し、 ポリエチレンの分子量、分岐数などの制御のほか、コポリマーの合成も容易となった。現在では、用途に応じて様々な合成法が利用されている。エチレンを低圧条件で存在化、あるいは中圧条件で酸化クロム系触媒存在化で、重合させるとハドップに、1000気圧以上の高圧条件で重合させると分子が、増えて、ルドップとなる。 火酸化ベンゾイルやアゾビスイソブチロニトリルを開始剤としてラジカル1合によって製造することも可能である。ありがとうございます。